来たんですか。すいませんです。自分がここにいることの幸せ、大切さ、お父さんお母さんが、そして親戚中でね、生まれたことを祝ってくれる、それをもう一度リメンバー、思い出してください。今出産は病院が主ですけれども、かつては昭和の時代にはお家で、家の中で出産がお産婆さんの手で行われました。兄弟みんなが固唾を飲んで、おぎゃっていうのを待ち、遊んで、弟ができた、妹ができた、喜んで絆ができたんです。ぜひその命の神、この永遠と続く命のつながりを改めて感じてください。金丸様は皆様のそういうことを願ってるんです。ですから皆さんも気づいてください。金丸様がずっとずっと続く人口の人を生まれて、あ、最近ね、かつては外国の女性が主だったんですけれどもね、このまたがる日に日本の女性が多くなりました。だけど子供を産まないんですね。産むのがすごくなりました。セクハラになってしまうかもしれませんけれども、やはり日本の人口を増やしてください。ぜひこの金丸祭りはお願いをしておきます。さあ10時になりました。みひとり祭が始まります。しばらくマイクロフォンクローズします。チンパンジェリグ1枚1500円です。今なら転職ありますよ。よし皆さん、このまま次行こう。チンパンジェリグ2個、前落としてほしいのと、あっちどっから行くの、中行くの。Thank you.